そう行くか。さあ、松山君前線に出した。それ、ヒューガ君。早い、ヒューガ君マークを振り切る。そしてジャンプダイビングヘッド。しまった、ゴール同点、4対4。全日本再び同点に追いつきました。それにしてもコントロールカー翼君の見事なゲームメイキングでした。ゲームを作り、他の選手のいいところをうまく引き出している。お前は思った以上の素晴らしいミッドフィルダーに成長したよ。そうだ、ミスにアップしておけ。行くかもしれんぞ。はい、わかりました。翼がマークされていては点が取りにくい。ヒューガで勝ち越しを狙うには、コンビプレーのできるサードを入れるか、それともヒューガ君。ナイスパス、ミサキ。それよし、いけ。まさに白熱した総試合になりました。両チームの応援団も熱が入ります。しかし、翼くん、ディアスくんが互いにマークし合い、決定的なチャンスが作れません、両チーム。ミスイン、行くぞ。はい。あっと、ここで全日本は選手の交代のようです。あ、ミスイくんです。新田くんに代わって入るのは、24番、ミスギ純くんです。ミスギ、ミスギ、ミスギさん、ミスギくん、頼みます、ミスギさん。心臓病のハンデがあり、長時間グラウンドに立てないミスギくんですが、ここは残り時間5分、膠着した試合の流れを変えることができるか。みんな、さあ試合再開です。パスカルくんがドリブルで持ち込む。僕が行く。迎え撃つのは入ったばかりのミスイ君です。付き合い、行くぞみんな。さあ全日本反撃開始。チャリチャリ、あっ、蝶のように舞い、蜂のように刺す。これぞフィールドの貴公子、ミスギ純君のプレーです。翼君、ミスギくん、行け。ミサキくん、ミスギくん、行くよ。ヒューガくん、お前が行け。さあラストバスター、ミスギくんシュートに行くか。あとはミスギくん、とっさにパスに変えた。さあ翼くんが合わせる。させるか。あとディアスくんがブロック。翼くん打てない。全日本逆転のゴールはならず。何、あとミスギくんが飛んだ。ミスギさん、ミスギ、ミスギくん、オーバーヘッドキック。ミスギ、ミスギくん、決まった。ゴール5対4。全日本ついに逆転に成功しました。やった、やった、やった。試合終了2分前、全日本ついにこの試合初めてのリードを奪いました。ディアス、残り2分、最後まで諦めはしないで。アルゼンチン最後の粘り、全日本守り切るか。ディアス、
あっと、タスカル君が翼君の前に入った。よし、ディアス君がパスだ。これをヘッドでリターン。あっと、タス君、タスカル君につまずいて転倒。ディアス君を追えない。10番のマークは外した。打たせるか。ああ、さあ、全日本は壁を作って対抗。逆サイド、キーパーか。これではシュートできません、ディアス君。あっと、ディアス君、これは壁越しにゴール右側を狙ってカーブをかけたソフトタッチシュート。いた、石崎。あっと、これは壁になっていた地藤君と石崎君のとっさのコンビプレー。ヤーブ、出た、石崎君の顔面ブロック、ノーゴール。あっと、そしてここでホイッスル、全日本勝ちました。5対4、大熱戦の末、優勝候補の一角、アルゼンチンを破りました。さあ、これで全日本ジュニアユースは、ついに西ドイツ、ウルグアイ、フランスに続き、ベスト4進出を決定しました。みんなが力を合わせれば、俺たちのサッカーは立派に世界に通用するんだ。ヘイ、10番、名前を教えてくれよ。大空翼だ。翼か、きっと忘れないぜ。ユニフォーム交換してくれるか。喜んで。満足なんかしていない。俺が目指しているのはもっともっと。